九州勢3社が前受け、中段に中部の2人、短期勢は後ろです。先ほどの1レースは追い上げマークがあったんですが、このレースはどうでしょうか。人気の中心は4番車の正木、動いたのは6番車の岡崎、6番手から動いていきます。残り2周というところ、さあ岡崎がどうするか。2番手の外まで上がったんですが、岡崎がこのまま車を下げました。7番車の中島が6番手に迎え入れるような格好になっています。今のところ3番西島の位置は無風、金が入って3コーナーから4コーナー誘導を下ろして突っ張っているのが4番車の正木です。中段が取れている小西、滝川という中部勢も今のところ動きはありません。サイド近畿の両者どちらかが仕掛けてくるんでしょうか。ちょっと4番手で小西が追い出しをかけましたでしょうか。残り1周です。さあ4番車の正木先頭、追走が西島、3番手森山、この辺りは変わらず一本棒で最終バックに入りました。4番手小西、この後ろは5番の滝川。さあ中部勢がこの辺りからまくり追い込んでくるんですけれども、なかなか車が出ていかないか。5番の滝川が切り替えていって4コーナーを回ってくる。先頭は4番の正木、正木先頭で踏ん張ったか。さらには外5番滝川の強襲がありましたか。